秒速5トル、秒速5トル、秒速5トルは日本の新海誠による2007年のアニメーション映画。配給はコミックスウェーブ。雲の向こう、約束の場所に続く新海誠の第3作目の劇場公開作品にあたる。第2は桜の花びらが舞い落ちる速度。新海が監督、原作、脚本、絵本で、 および演出までを手掛けた劇場作品で惹かれ合っていた男女の時間と距離による変化を、大歌唱、コスモナウト、並びに、秒速5センチメートルという短編3話の連作構成で描く。全63分。アジアパシフィック映画祭、最優秀アニメ賞やイタリア、ランチアプラチナグランプリなどの映画賞を受賞した。キャッチコピーは、どれほどの速さで生きれば、君に、 また会えるのか。公開に先立ち、ヤフープレミアム会員並びに、ヤフービー BP ビー会員限定サービスとして、2007年2月16日から3日間に、わたって第1話、大歌賞の無料配信が行われた。3月3日に公開。渋谷シネマライズを皮切りに、日本全国の単関系劇場で順次公開される、こととなった。6月には米国における、 劇場配給権、ビデオグラム化権お及び放映権の獲得を ATV フィルムが発表。劇場公開中のアニメ映画のライセンス化がこのように日本国外で発表されるのは珍しいことであった。国際映画制作者連盟、ユネスコ、及び CNN インターナショナルの共同運営によるアジア太平洋映画賞のアニメーション映画賞を同年に受賞。さらに、 イタリアのフューチャーフィルム映画祭にて最高賞にあたるランチア・プラチナグランプリを受賞した。7月にコミックスウェーブフィルムから DVD が翌2008年には BD 版が発売された。さらに初回限定生産という形式ながら HDDVD 版も発売された。メディアファクトリー館ダビンチ市場で新海自身の筆による同作の小説も連載され、2007年9月に 小説、秒速 5cm として、単行本化。2010年には、聖家ゆ子作画の漫画版、秒速 5cm が、月刊アフタヌーン、講段社市上で7月号より、連載開始。翌2011年5月号にて完結、全2巻の単行本となった。2011年11月までに、BD、DVD 合計10万本、小説版、累計10万部。 漫画版、累計13万部を売り上げ、同年には多言語対応のインターナショナル版 BD も発売されるに至った。加納慎太による小説版、秒速 5cm ワンモアサイド、エンターブレインも同年に発売。2012年には17冊のロングセラーを記録していた小説、秒速 5cm が MF 文庫ダヴィンチから文庫化された。 劇場公開7周年を迎えた2014年には、第1話、大歌唱での党の高木と、篠原明の最後の王瀬の日付にあたる3月4日から2日間に、渡り、監督、新海誠のツイッター上で、各種制作資料が公開されるとしている。2016年8月20日に、新海誠新作公開記念スペシャルとして、テレビ東京のサタシネで、地上波放送された。 2017年には、新海誠特集と称して、同監督の、ことの葉の庭に続いて3月16日に、テレビ朝日系列で、地上波放送された。物語は1990年代前半頃の、東京の小学校を舞台に始まる。小説版、漫画版の基本的な登場人物設定は、アニメ版と差異がないが、登場人物それぞれの細かい行動等に、 若干の違いがある。2009年、中国の国営テレビ局、中国中央電視台が感動の大作と銘打ったアニメ、心霊の窓の放映を開始。ストーリーや音楽は本作と全く接点がないものの、本作のカットと告示した描写が作中に多数あり、背景の一部に本作の背景が使用されていたことにより、盗作疑惑が持ち上がった。 やがて制作会社にあたる優秀愛会鍵、有言講師が表説の事実を認め、制作を委託していた下請け会社の行為によるもので、あったとの胸の見解を示すに至っている。同年公開の映画、恋空の監督でもある、ドラマディレクターで、映画監督の今井夏希曰く、アニメながら完全に大人向けの作品。新海誠のファンで、とりわけ本作の愛好者であるというお笑い芸人の、 田村ラ・氏は、時間の流れが独特で、見終わった後に浄化された気分になると評する。教授で詩人のは、舞い散る桜花にこぼれる、雨の雫が降りなす、叙情的風景、ほのかに迫る、初恋の感覚、微細な変化をも瓶に捉える多感な二人の駆け引きの、よう、時の流れゆく様を実感させる物語。誠に美しい映画です。と評する。米紙 バラエティの記者を務めるロニーシャイブは圧倒的に緻密な描画の背景、そしてお粗末さすら感じさせる描画の登場人物。環境のもたらす運命に翻弄される登場人物たちの非力な様をこれらの対比によって表現している。とした上で、深海のこの新しい試みはアニメの可能性を飛躍的に拡張するものであったと評価。 アニメニュースネットワークの記者を務めるセロン・マーティンは、関係の継続をテーマに据えた、声、関係の再現をテーマに据えた、雲の向こう。対する、秒速がそのテーマに据えるは、すなわち関係の繊維、時の流れと共に失われてゆく、何かを惜しむ気持ちとの決別、今そこにある幸福を追求することによる過去との決別、これであります。そうした意味で、 これまでの深海作品の中で最も大人びた深みを備えた作品にあたるのがこの秒速です。以上の表を寄せている。AV ウォッチによると深海作品の魅力とされる映像美を踏襲し、雲の向こう、約束の場所から映像の美しさが一段と洗練されており、また前作までの特徴であった SF 要素が一切省かれ、 SF を排した日常というあくまで現実の日本を舞台にしたアニメーションにチャレンジしているとされる。それゆえ、SF を排した日常という新しいテーマにチャレンジしていても映画全体として新鮮味に乏しく独白をしたいとしているため、キャラクターの心情が言葉で明示され、観客の推察が入り込む余地が少なく、一昔前に流行った世界系の作品同様を、見る人によっては耐えられない。 青臭さや、正体不明の閉塞感を感じるかもしれず、良くも悪くも、感情移入できるか否かで、評価の分かれる作品であるという。また映画公開から約10年となる2018年10月5日より、原作小説をオーディオブック化したオーディブル版が配信されている。朗読は、水橋健次、花村里美、水野理沙が、全3話をそれぞれ担当しており、 各話ごとに区切った分冊版も配信されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。